ジョルジュ・ダンテス・ジョルジュ・シャルル・ド・エシュラン・ダンテスは、フランス人士官で、プーシキンと決闘を行った人物である、アルザスのコルマールで、王党派のエミグレの家に生まれた。サンシール陸軍士官学校を卒業した後、フランス七月革命では、シャルル十世側に立って戦うも敗北し、七月王政への中誠を拒絶して、プロイセンへ渡り、1833年に、 サンクトペテルブルクに亡命。オランダ大使、ヤコブ・ファン・ヘッケレン男爵によって、ペテルブルクの社交会に引き出された。美男子で報道者のダンテスは、ヘッケレン男爵と男色の関係にあったと言われる。1836年に、ヘッケレン男爵の養子となった。類いまれな美人であったと言われる、プーシキンの妻、ナターリアを慕うようになる。ダンテスは年に、 ナターリアの姉カテリーナ・コンチャロワと結婚するが、その後もナターリアに言い寄り続け、ゴをを癒したプルシキンは、決闘を申し込んだ。決闘は1837年2月8日、ペテルブルク郊外の雪原で行われた。プルシキンは、ダンテスの撃った弾を、右腹部に受けて倒れ、その2日後に息を引き取った。ダンテスは、逮捕されて、ペトロパブロフスク要塞へ収監されたが、 プーシキンが血統を申し込んだという事実に鑑みて、皇帝ニコラ一世により特赦された。しかし、男爵の爵位は剥奪された。スルツオーランにあるダンテスの墓石その後、護衛付きでベルリンへ、妻エカテリーナと共に護送され、フランスに戻ったダンテスは、第二帝世紀に元老院議員となった。 妻エカテリーナは1843年10月15日に4人目の子の出産の際に死亡した。ダンテスはドイツ領となったエルザスのツルツ、オーバーエルザスの家で1895年に死亡し、同地の墓地に妻と共に埋葬されている。現在、血統のあった場所には1937年に作られた記念碑が立っている。ありがとうございます。